はい、フルールカップってことでね。やっておきたいと思います。秘密結晶がも総帥8でございます。こちら門別の2歳牝馬重賞ってことで。まあ、あの牝馬戦。まあ2歳戦っていうことで、まあまだね。データが少ないっていう中でどれだけね。あのまあ、やっていけるかもうね。あのチェックする対象が、うん、チェックできるデータが少ないんでね。まあやってしまいたい。あの一応ね。やっちゃいたいなという風うには思っているわけなんだけれどもどうしようかな。 今回はねこういいいったた感じでいきたいと思います軸はね10番の浅草ロック、まあ、初戦負けたものの2戦目で、ね、勝ち上がってここの、ね、2戦の持ち時計、まあ、この辺の、ね、距離で言えばこの馬が一番手かなというところではあります。まあ、レースを、ね、2つ経験できたってあ辺りで、まあ他の馬もですけどねあのプラス材料になりえるのかなと。 レース2戦経験して2戦ともね安定してこのメンバーの中でも上位の持ち時計を持っているということで軸でいきたいと思いますそして2番 g o d m a r r y f u l l a r t ス3戦目のオープンで、ね、持ち時計を縮めての勝利となっております、まあ、オープン勝ちそして、まあ、ここでは、ね、同じ距離ということで再度狙っていきたいと思います、まあ、そして4番 LoveMeMonaco まあデビュー戦解消してますしね、まあこの馬逆にね2戦目です、これが。まあ、なのでね、ここの時計でまあ引っかかってきたってことは、まあ今回ね、このメンバーの中では素質上位、そして2戦目の変のわり身っていうのがね、一番期待できるかなということで入れておきたいと思います。まあ、そして11番、リコシェ栄冠賞5着馬ですね、ボバとの重賞経験、H25 着ってことでね、今回、牝馬 H3、 メンバーが楽になってこの経験がねプラスになって生きるはずですそして12番、爽やかローズ、まあ、1 7 0 0メートル戦だった初戦を度外視すると2戦目でねあのー、見事な勝利を見せてくれました、まあ、さらに距離短縮ってことでねここは狙ってきたローテなんじゃないかなと、まあ、距離短縮で、ね、狙える馬みたいに思っています、まあ、そんなわけで、ね、また今回もこういった形で狙っていきますんでね、えーと 重症2歳重症をね、結構狙っていこうってことで、函館2歳ステークスについてメインチャンネル、フェラム TV の方でね、動画を今週はアップしております。またね、こちらのチャンネルでも、まあ、そこら辺のね、ほかの,の重症とかの解明、地方重症、まあ、2歳の、ね、特別戦とかね、今後ももろもろやっていきますので、まあ、それぞれね、合わせてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上はっつりでした